はい、どうもー、皆さん、トレーアリステルスでーす。今回はですね、裏でね、こそーっとね、やってる時に、これで勝てんのかよーっていう試合があったので、まあ、ちょっとね、今回後取りになるんですけど、まあ、動画としてね、いや、違う、ね、ネタが尽きたとかではないですよ。もちろん、動画うまいこと作れなかったとかじゃないですからね。もちろんね、別にね。うん。全然違うんだけど、全然違うんですけど、まあちょっとね、っていうのがあったので、まあそれをうまいこと、後取りでね、喋りながら、今日はね、お見せしていけたらと思っております。まあね、やっぱね、たまに、この後撮りっていうか、自分のプレイしたものを、まあ見る機会って、まあなかなかね、普通にゲームとか、まあ TFT ももちろんゲームとかやってて、する機会がないので、まあなんか、上手くなるためにね、上手くなるために、まあたまにやりたいなっていうのはありつつなので、まあちょっと、お付き合いくださいということで、今日はね、ちょっとね、どう？言っとく？いや、あれか、サムネでどうせわかってるな、これな。サムネイルでどうせわかんのか。サムネとタイトルでおそらく。今日ね、タムケンチなんですよ。タムケンチ。で、タムケンチをメインにするというよりかは、まあ、シビアとかバード使おうっていうのを思ってて、で、それでタムケンチが、バーン強すぎーってなっちゃったので、それの動画です。やっぱね、ストーリーウィーバーがね、すごく安定感があるので、まあ、やっぱあれだよね、前シーズンでいう、カントリーってヘカリムがさ、一体ポイーンって出てきてたじゃん。ヘカリムの分、まあ、ケイルが今回いて、まあ、一体分ちょっとパワーがあるよと。なんで、序盤は、強いのかなと。で、今回ね、今見てたんだけど、イグゾルテッドが、バードとノーチラスト。この2体、バード使った構成ね、行きやすすぎてしょうがないのよ。まあ、だから、まあ、多分ね、今回のこの試合だと、強豪とか、かなり多くなると思うんだけど、まあ、それでも行く価値はまあ、あるのかなと。お、ガレンいいね。バードもいいね。いいもん引いてくるね。ここね、ストーリーウィーバー、ミシックと。この合わせがね、結構強いんだよね、今ね。で、ちょっとまあ、アーリもね、使ってあげようかななんて考えてたんだけど。で、これ、ジャンナを星2にして、出した方が盤面が強そうになるんだけど。やめておくかと思ってそう。まあ、ジャンナを使ったね、オーグメントの、二つで一つの動画が、インボーカー、竜王の、一位率が一番高かったやつの構成をやった時の、あの構成を行こうと思えば行けるんだけど、バードのチラスか、イグゾルテッド。まあなんか適当にリサンドラとか入れれたらな、イグゾルテッドも発動だし悪くないなーって思ってますね。バードタムケンチ。もうこの二体が、もう安定感がすごいんだよね。今だね。で、シェンが提示すると。これは、コスト3が欲しいので、コスト3にするんじゃないか？コスト3にしてますね。タムケンチ、いいですね。タムケンチの寄りが素晴らしいね。ストーリーウィーバーの同意出しといて、ジャンナー結局いらないね。で、ミシックブルーザーのタムケンチを出しますと。まあ、ここまでは比較的わかりやすい流れなのかな。あ、で、今回ね、遭遇者一番最初にあったリリアが、オーグメントを、どっか適当なとこやっちゃうよっていうオーグメントでして、今まだ出てないですね、オーグメントが。で、ミシックノーチと。で、今、上を見てもらったらわかるんだけど、2の3で、まだオーグメントなしで、2の4のドラフト終わって、2の5で、オーグメントが、1個目がやっとめくれるっていう状況。
だね、これはね賛否両論なんじゃない？でこれ勝てなそうだな。ケイトリンがねやや強い、やはり。まあ星2、うん、ケイトリンコグマがねコスト1の中ではまあまあまあパワーがある方なので、勝ち進行行きたかったんだろうけどね彼。まあこのアリステレスとかいう人、うん、勝ち進行行きたそうだったけどね。でこれはロットを取ってグインソーにでもするんじゃないかな。まあ、やっぱグインソーがねバード、もうバードがさ多いわって思うんだけど、でも強いわとも思うんだよな。これねもどかしいねやっぱりね。あのね、まあ勝てるんだったら何でもいいんだけど、動画になるってなるとねちょっとね、動画を作るっていう観点からするとまた難しい話なんですわな。オープンにしてるね。固い団結が安定そうだなーって思ってそう。まあ魔法の勉強も多分いらないし、ゴーストもいらないので、でザイラが星2になったからザイラの方が強そう。でこれがね、固い団結は今一旦発動してないんだけど、まあフロント陣営、フロント陣営がね、固くなるのも、やっぱ固い団結めっちゃ強いのよ。言ったら、魔法防御、物理防御が25だよね。あれ20だっけ、硬い団結。25だよね。で、それが、言ってしまうともう、ガゴストが100の10の25か？あ、やべえ、ちゃんと覚えてねえわ。ちょっと、あれで、あれ出しながらやります。編集中の俺に任せた。で、多分ここも勝てそうなんだよね。だからさっき一回負けたのが勝ち進行としてはかなり美味しくなかったねと。で、これストーリーウィーバーのガリを採用しようとしてるんだけど、ワーデンのガレンにしてノーチラストワーデン発動させて、ミシック、コグマウとリリアか。入れてミシック5にして、インボーカー、インボーカー発動のミシック後のトリックショット、ストーリーウィーバーみたいな感じの構成がね、やっぱね、まあ安定感あるかな。すごく安定感があるけど、まあ言ってしまうと流行りすぎっていうかね、あのランキングのさ、構成のさ、ランキングがあるんですよ。まあ、OPGG っていうねサイトでね見てるんだけど、俺はそれでね、だいたいねバード一番上ね今ね。なんかソラカとかリベン使ったアルトゥリスト採用型の構成もあるし、なんだ、まあミシック5行く、今回の試合で行こうと思ってるようなミシック5の構成もあるし、ストーリーウィーバーさんで、ブルーザーか。ブルーザーを4にする。して、ミシック3で止めて、まあ結局バードキャリーみたいな。この3つぐらい構成の幅があって、まあでも結局バードキャリーなんだけど、それがね、なんかあんま、よろしくなさそう。よろしくなさそうというか、まあ運営はよく思ってないだろうね、このバード関係を。なんでまあバードはナーフ来るんじゃないかな、どうせ来る多分ね。まあまあや、うん、まあ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  TFT が新シーズン始まって1週間、うん、早くもねバードに飽き飽きしてます私は。構成拡大面白いんだけどね、構成拡大ね好きなんだけどね。猛攻撃安定なんだよね。猛攻撃はやっぱサンファイアをね作らない分硬くなるんだよね。このなんて言うんだろうな、まあ大体フロントの定番アイテムといえば、まあドラゴンクロー、今持たした今作ったドラゴンクローしかり、まあサンファイアしかり、まあ AP の構成、魔力の構成いくならアイオニックスパークとか、まあ大体あるんですけど、サンファイアイージスってね、どうの道外せないんだよね。まあ言ったら、
相手の体力回復を制限してくれるので、なんだ、まあファイター系で、今のパッチ、今のセット11ファイター全然輝いてない感じしない？まあ言うてデュエリストのオーグメント取れたボリベア、あ、まあヨネとかもまあいるっちゃいるのかくらいしか、なんかリーシンとか全然見ないじゃん。見ないでしょリーシンとか。あとなんかいるか、あんまいないな、あんまいないなっていう感じなのよ。なのでまあファイターにはまあ効きが悪いというか、うん、なんだ、ファイターがまあ知見とか大体持って、それの体力回復にサンファイアの阻害が効くんだけど、それだけじゃないぜノンノンノンと。バードのおすすめアイテム、今グインソー、グインソーヘクステックガンブレード、これバードがオムニバンプ 22% 獲得して後ろで殴り続けながら前衛のやつらを回復してっちゃうのよ。これがまあヘクガンね。覚えてますか、前回のあのセンチネルアーリーでさ、ブルーバフヘクガンナッシャー持ったアーリーがさ、星1だけでいいみたいな環境あったでしょ。あれもオムニバンプでライフスティールしちゃってるから、前衛が回復しちゃうと。ってなると、やっぱサンファイアとかモレロとかの阻害っていうのは絶対に必要になってくるんだよね。まあそれがいらなくなる猛攻撃、前衛が全員燃えてると。まあどの道ね、削れていくのはフロントからなので、まあ全員にいい感じに入ってる。で確定ダメージもね、もちろんあるので、ベヒモスのなんだっけこいつ、マルファイトか、マルファイト落ちて欲しかったな。で意外と勝てておらず、なんかね、ああ来た、すぐ来た。これがね、あのリリアのね、あれですぐ来ました。ランダムになってるんで、オーグメントの位置が。で弓の誓い取ったんじゃなかったっけな、弓の誓いを取ったような気がする。これね、叩きつけっていうオーグメント面白そうで、今度やりたいなって思って、いやでも今回はちょっと無難に弓の誓いにしよっかなって顔してるね。あ、弓の誓いにしてるわ。でバードがまあ全然足らないと。これね困ってる、彼困ってるね。バード欲しいな。でイグゾルテッドが一応パワーダメージプラスなので、リサンドラでも入れてまあ発動してパワー上げてやろうかななんて構成を考えてそうなんだけど、まあねレベル9重いっちゃ重いよね。まあでもレベル9いけたらっていうか、1位取るんだったらやっぱどの道レベル9は必要だね。それはすごい感じた。うん、まあここ最近動画作ろうと必死に手回してますけど、やっぱね必要っぽいね。まあレベル7レベル8でどっかでまあちゃんと強い駒キャリーっていうのを作って、盤面作って、そっからプラスでまたさらにみたいなのが、まあ、結構良さそうかなとは。でロットもヘラも取れないのでガリオでも取るか。でこれはね苦渋のガリオだね、あんま美味しくないね。でガリオも悪かないんだけど、どうだろうね、どうなんだろうね。まあ、ブルーザーでね枠として、あとガリオ、うん、ガリオもね、うん、ガリオの評価はまあ悪くないかなぐらいで、ちょっとミシックが特性のね効果で4ターン経ったら、ボーナスが 50% 追加みたいなになるので4ターン待たないといけないんですよ。なのでまあちょっと今2連敗してるし、あ、早めにミシック出しといて、バードとタムケンチのミシックの、ターンを稼いどこうかなと、今、コグマを出しております。多分ここもとね、だ、喋れてなさすぎ。まあ、ここも余裕で大負けするんじゃないか？大負けってほどではないのか？まあでもね、まだまだよ。気づいた？今。
主役のタムケンチが揃うまで俺が尺稼ぎしてることに気づいた今。気づかないでほしかったな。気づかないでほしかったな今な。尺を必死にね、このね、おしゃべりでね、つないでるんだよ。いやーなんかね、ここ最近どうしてもね、新しい構成をこの今やろうと思っている時期なんだよね。なんて言うんだろうな。まあ今さ、強いね、さっきも言ったバード使った構成が強いとか、まあ、結構もう分かってきてる、固まってきてる状態なので、ってなると動画のね、ネタ的にはね、美味しくないのよ。だから違う、まあ、あの前回のハートスティールみたいなフォーチューンを使ってみたりとか、あとインボーカーとかアルカニストとか、なんかいろいろ今んとこ動画化してない、フォーカスが当たってない構成チャンピオンたちを使ってあげようと、使ってあげようというか動画にしたいとね思ってね、練習中で、まあこう1位がね取れてないと、恥ずかしながらすいませんね。なんでまあこういうね、時には立ち止まり振り返りやっていくのも、まあ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 、ありですか、どうですか、ありですか。タバコ吸います。うん、タバコはね、やっぱね、いつ吸っても美味しいね。あとちなみにね、前コメントでね、なんかピース吸ってみてくださいとかコメントがあったんだけど、全然吸ってない。なんかもうタバコさ、これタバコ喫煙者の人いると思うんだけど、新しいタバコ吸おうって気持ちがね、難しいんよね。まあカートン買いしちゃうっていうのももちろんあるし、まあ、吸ってみようかなーっていう、その冒険心、冒険、探求心、冒険心がタバコに対しては全く起きない。これね、ごめんねって思うけど、いやさすがにそうだな、ちょっと次コンビニ行ったら買ってみようかな。ピースのね、なんかスーパーライトか、なんかね、いいねっていう、いいよっていうね、コメントとかあってね、っていうのがあったりしたんだけどね、やっぱキャスター手放せねえよこいつ。ま、甘い甘いってね、よく言われるんだけど、タバコで甘いってなんだよとは、タバコ吸ったことない人はね思うかもしれないけど、さあここでそろそろ HP がね49と、まあ利子を取りつつ、バードタムケンチをそろそろ重ねに行く動きを、そろそろね、そろそろ試合開始だよ。もう今ね、進行も勝ちも負けもぐっちゃぐちゃで、オーグメントもまあまあ、でも全部ファイト系、固い団結、もう攻撃、リカーブ棒、まあ意外と全部ファイト系の盤面強化系のオーグメント取れてるので、まあこっからどうやってお金をうまく使って盤面を強くするか、ここがねやっぱ大事ですよ。でちなみに先に言っておきますけど、うまくいってないですねこの試合はね。なんとでね、このねアジールのパワー気になるんだよな。ごめん話遮っちゃうけど、アジールのパワーめっちゃ気になる。なんか兵士をウィーンって出すんだけど、確かマナがね130ぐらいなんだよアジール自体だ。スキルの周りがめっちゃ遅いんだけど、まあ、だからこそのインボーカーなのかなとは思う。バード星にいいよ。インボーカーがね、6体いて、マックス6で、3秒ごとに、確か35だったかな、マナ。もらえるので、まあ、それなりにスキルが回るようにはなるんだけど、まあ、130とか言われると、重いよね。スキルがね。マナ130ってかなり重い。で、これ今、使ってるバード、あ、マナリーブ食らっちゃったんだけど、まだ確かね、バードは50とかだったかな？確か50だったはずです。1、2、3、4、5、50かな？ 50 だね。で、これが、オートアタック1回で、10の
マナをもらえるので、まあ、お叩く5回でスキルが打てると。さあバードの殴り合い、こればっかだからねみんな今。バード VS バード、バード VS バードケイル、こんなんばっかよ。でアイテムはこれは何を取るんだ。ロット、あーグイーンソー優先したね。これはバードの、グイーンソー2個、グイーンソーヘクガン1個が理想アイテムっぽくて、でリカーブ棒はあるので、あまりのロットを取ってグイーンソーもう1個作りに行くと思いますね彼は。ノーチラスいいね、多分アジロもいらない。でグイーンソーだけはおそらく作る。でこれもうヘクガンにすることが難しそうで、 IE を作っちゃえって思って作りました。でタムケンチ、タムケンチのタムケンチ、で甘えつつまだ利子を取ってます。やっぱね甘えるんだよな、これ良くないよな絶対な。多分本当だったらもうガンリロールした方がいいはずよねこれはね。多分今ねみんなと同じ目線なのよ、視聴者目線なのよ今。でタムケンチが硬いんだけど多分この盤面じゃ勝てないだろうなーって思ってる。どうみんな同じ気持ち、勝てなそうだよね。まあ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 、そろそろいい加減オールインして盤面作んないと負けるだろうって思ってない？俺今めっちゃそれ思ってるんだけど、どう？で、アーリのバフ。あー、体力でも良さそうだね。体力取りました。で、まあ、硬い団結もあるし、バードがね、見ての通り、いないと、全然。まあ、俺以外にまず2人いたのはもう確認してたし、バードを星2でいいか、もうどうしようって、確かね、この辺でね、諦めたような覚えがある。これ、このプレイ中の俺はどう思ってるか分かんないけど、バードちょっと星3無理じゃねえって思ってる気がするな。でもそろそろオールインしないと、タイミング的にはまずいと。どうなんだろうね、どうするんだろうねこいつは。俺もねちょっとこの試合あんま覚えてないんだよな。タムケンチがすごかった、こいつすごすぎだろでちょっと思い出しながら喋ってるだけで、どうなるかね全然覚えてないんだよな。タムケンチ硬いね。コグマウのね、コグマウリロール、まあ、でもレベルがまだ5とリロールに全部金使ってるね。タムケンチがいいよ、そうタムケンチがすごい、このタムケンチがすごい賞を受賞したい。このタムケンチがすごい賞。タムケンチ出ねえかな、出るね、いいね、これです、こいつ。今日の動画はこのタムケンチに俺が驚かされた話というタイトルで、ね、でもしようかな。あーいいな、なんかねタイトルとかサムネね、どうやったらねこうみんなが面白そうって思ってくれるかなっていうのをね考えるんですけど、まあまだまだね、ペーペーというか動画をね作ってる身としてはまだまだ波なので、そこもね探り探りでやらせてもらってます。でカジシのグローブ、あーカジシのグローブな、ガリオにつけたかこれ、ガリオかリリアにつけようだよねこれ、この感じだと。いやでも精進作れるからこれはベストでいいんじゃないかな。タムケンチの、ワーモグプラスドラゴンクロプラス、まあ、AD 系、物理防御アイテムを持たせることができれば、まあ、バランスよく、誰に対しても硬くなれると。見て見て見て、このタムケンチ。やばくない ?HP 全然減らないの。やばいよね。しかもさ、HP ゲージがさ、素で多分5911あるわけよ。5911だよ HP、 星3じゃねえや、コスト3の星3でバカみたいに硬くない。でもう一個のアイテムもね悩んでるんだよね、冬の誓いか心の鋼悩んでるはず。でどっちの方がいいかやーと思って、で今の戦闘を見た感じだと
タムケンチシールドがスキルで発動されるので、多分ね心の鋼の体力が 50% 以上、体力 50% 以上の時のダメージ軽減が発動されやすいなって思ったので心の鋼にしました。でまあ涙はまあリリアに精進でも持たしたいっていうのもあったし、まあ心の鋼ちょうど良かったんじゃないかな。これはねいい選択だったとは思いますよ、見てる私としては。でタムケンチが硬すぎ、ほらやばくない、この硬さいかれてるよね。でもこのイレリアが光栄とか刃削ってくんのよ、これやばいよね。でも勝てるんだよ、すごいのよ、硬すぎない、6321よ素で HP が、硬いこのタムケンチが。でリリアいいね。でガリオットのオチラスとリリアを重ねたいのと、今ちょっと配置を変えましたね、私配置を変えたんですけど、これがですねバードとケイルの、まあ、殴ってる相手対象を揃えるっていうのと、あとシビアのスキル効果ですね、シビアのスキル効果が隣接する味方に、攻撃速度を付与するんですよ、戦機の号令、まあシビアのウルトですねがあるので、それをリリア、バード、ケイル、まあ、3人ともに入れてあげられるような配置にしてます。これでわかるかな、シビアに注目してて、シビアがスキル打ったら、そう周りがねほらなんかちょっと回ってるでしょ、この体の周り、この体の周り回ってるのがエース、攻撃速度上がってるよっていうシビアのスキル効果。このねバードのねトリックショット、ミープ飛ばしてる時のね音がすごいんだよな、わー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 って飛ばす、結構うるさいこれ。まあ俺は TFT あんま音聞いてやらないからあんま気になんないんだけどさ。でこれはブルザか、さすがにこれはねブルザ取りそう、取りそうだよね、取ったね取ったね、はい取った取った、あいつ取るよ、あいつ取るよ、あいつ取るよ、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 はい取った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 ね、ブルザね、ブルザね、これブルーザーがね4になるといかれます。まあ素でねブルーザーって HP 上昇があるんだけど、まず味方のね HP 状況を増やせるわけですよブルーザーって。でプラスブルーザーは 10%20% 見てくんないかな、ブルーザー、あイグゾルテッド確認してる、あお前ブルーザー見てくれ、ブルーザーブルーザーがね確か 20% だの 40% だの HP がプラスで上がるんですよ。で、まあ、素で発動してたらみんなが100もらえるんだけど 20%40% とパーセントになるんだよね、ブルーザーたちに関しては。なんで HP 系ワーモグとかドラゴンクロー積んでるタムケンチがマジで多分バケモンになっちゃいそうなのでブルーザー取りました。でほらブルーザーがもうワンフロント、ブルーザーじゃねえやタムケンチがもうね削れないんだよね、しかもまだ 50% 削れてないから、これ心の鋼ずっと発動してるからね、ずっと発動してるからね、この心の鋼が。これがねまあスキルのシールド効果もあって、シールド効果がこの HP に余剰分になるんだよね、余剰分になるのでシールドでこのなかった HP バーを増やしつつ、削れてる HP はドラゴンクローで2秒ごとに 5% 回復してくれてみたいな。で今回バードにヘクガンがないから、後衛キャリーがダメージ出した後のオムニバンプの回復はもらえてないんだよ、もらえてないんだけど、まあ、ドラゴンクローの回復でもう間に合ってると。まあ、こういうことがあるので結局は、まあ、さっき言った猛攻撃サンファイアとかはまあ絶対にね必要になっちゃうんだよなーって思ってます。ほら見て見て、減らない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 、あやっと減ったと思ったらシールドで、あこれで 50% 下回ったか、やっと、あやばい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 、あーこれトリックショットで、ほら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 、これ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 ばっかこればっか、ほらこのバード、ほら俺も使ってるけど今このバードがね、音速がねえじゃねえや、エースがね音速を超えるのよ。まあ TFT もロルサモリフの方も一緒なのかな、マックスが、あ違うわ、サモリフの方が確か 2.5
エース 2.5 がマックスで、ロルは、ロルじゃねえや。TFT は、5.00 が確かマックスだったと思います。あ、いえ、ブルーザ見た。20%、40% だったね、やっぱね。サイラス出る、めっちゃいいね。で、これでもう、レベルを上げて、サイラスを出さないと負けちゃいそうだよね。そうだね。まあ、その判断、いや、よしと。で、ブルーザー4、ミシック5、ストリーバー3と。で、アイテムがね、ヘクガン持たせれたらよかったんだけど、まあ、IE 作っちゃってるし、取り外しもない。で、今、ダメージ確認します。で、リリアが、まあ、時点でダメージ出てるので、帽子取って、リリアにあげましょうと。まあまあまあ、でも、今見てる俺でも同じ判断してそうだな。で、ここのね、相手が、デュエリストと。まあ、デュエリストは、攻撃速度をスタックしていく、シナジーになるんだけど、そんなにバカ強いかと言われると、輝けてないような気はしてる。でも勝てないんだね。でも勝てないんだね。あー、1残って !1 残った!これね、こっから、タームケンジの逆襲、始まります。よろしくお願いします。リリアいいよ。リリアがね、やっぱこのコスト4が星2になるかならないかっていうのはかなり大きな差なので、ここでリリアを引っ張ってこれたのは悪くなさそう。まあまあまあ、その運やよしと。で、リリア使ってる人もいたしね。てか、リリアの動画いいな。リリアの動画作りたいな。リリアがインボーカーミシック。インボーカーの動画マジ作りてー。ちょっとチャレンジしてるんだけどね。なかなかね、勝ちきれなくて、動画になってません、まだ。インボーカー出る動画ね、ちょっと、お楽しみにしててもらえるとね、ありがたいですね。私としては。で、このタムケンチがシールドで HP が全然削れてない。さらに、もう、フォーカスをね、受けることで、相手に殴られる時にマナーもらえるんですよ。まあ、この TFT の使用上ね。通常攻撃をするか、攻撃を受けると自分のマナが溜まっていくので、殴られてマナ溜まって重いマナが重いんだよ。タムケンチもね、重いんだけど、その中でも殴られつつマナ溜めつつスキル回してシールドで耐えてみたいな。でね、バードが星になのがね、具合悪いんだよね、この試合ね。まあ、星3を作ってる人が、まあ、いたのは確認したし、まあでも逆にね、言ってしまうと、相手からしたら、タムケンチが星3にならないっていうのも具合悪いわけですよ。まあそこの差で、今回はリリア、もう一人のリリアっていうキャリーを用意できたのが、まあ良さそうだったんじゃないかと。いいね。リリアがいいダメージ。リリアのね、スキルもね、かなりね、気に入ってますね。まあ、1、2、3と3、種をね、コロコロっと飛ばすんですけど、3回目の種が、後衛の奴らにも飛んでいけると。それでね、結構削れる。だから、インボーカーってさ、アルーンがさ、相手の HP、総量が多い列に向かってさ、アルーン飛ばすじゃん。あのスキル。隕石バーンって。で、プラス、リリアのこのコロコロがあれば、結構後衛から溶かしていけるんじゃないかなっていう想像をしてるんだけど、今んとこね、うまいこと言ってないんだよね。だから、陰謀感動画がないわけね。これね。その理由ね。で、これ、ブランブルを、サイラスに持たすような気がするんだけど、本当欲を言えばノーチラスに持たしたかった。まあなぜかな、まあなぜかというと別に簡単なんだけど、ワーデンが発動しているプラスブルーザーの能力持ってて、プラスでミシックがあるので、ミシックには HP と攻撃力と魔力をもらえるボーナスがあるので、まあ総じて言ったらノーチラスの方が絶対に硬くなるんだよね。星2のブルーザーだけのサイラスより。まあでもね、サイラスの星2の方が、さすがにパワーかなと思って、サイラスに持たれちゃった。まあ目の前の戦闘って感じだったね。
イグゾルテッドのリサンドラを一応持っておくが、農地が重なったらね、絶対農地にブランブルの方が良かったはず。で、重なるんだよね。そう、こうなるんだったら、絶対に農地の方が硬いのよ。待って、今、タムケンチの HP7000 って見えたな。やばくない？ブルーザー4、7000。まあ、純粋にね、これね、なんだろうな。限界があるんだよ、ダメージって。まあ、ケイトリン、まあ、この相手で言うケイトリンとかだと、まあ、IE とか、インフィニティエッジとか持たして、クリティカルが例えば出たとしましょう。出たとして、まあ、1000いくつ？まあ、2000弱ぐらいかな、イメージとして。のダメージ量なんだけど、2000削れたとてなのよ。7000HP からしたらね。っていう、この HP 総量をガン盛りするの、今、まあ、悪くないんじゃないかなと、思ってるんだよね。ブルーザーが強い。まあ、バードが強いのもあるけど、フロントたちが今めっちゃ優秀なのが、まあ、その、あれ、今バードが輝けてる要因なんじゃないかなって、個人的には思ってます。だってさ、ストーリーウィーバー、アルトリスト、ブルーザーのリベンがいてさ、まあ、ソラカがアルトで光栄から殴れたりして、で、まあ、タムケンチ、ガリオとかこの辺がめっちゃ硬いわけよ。純粋にね。ってなると、やっぱ前衛溶かすのも一苦労よ。そりゃ。そりゃね。あー、まあ、タンク系かな。取りそうなのはタンク系。リリアにブルーバフとかね、あげれたら最高だったんだけど。まあ、ガゴストしかないのかな。そうだね。で、別に重ねたいやつもいなそうなんだけど、ラストファイトになるので適当にリロールしますね。うん、これはもうガゴスト誰に持たせるかと配置を考えた方が絶対に良かったですね。うん。これは、オアマエさんです。これは反省しよう。で、ガリオのアニマもね、引きがいいね。タンク系アイテム持てるのはかなり嬉しい。カジシのグローブで。で、これで、うようよやってる間にフロントの殴り合いで全然勝てるわけがないと。タムケンチの HP が解けない。さらにノーチラスも HP すごいし、ノックアップで CC も入れると。で、解けない間にね、これリリアバードが出してる。相手レベル10だけどね。これタムケンチが、この硬さなの、やばいっしょ。